なあ、綺麗だろ。これ絶対見たかったんだ、日和と一緒に。またやった。なんで俺ばっか楽しんじゃうかな。お前といるとつい羽伸ばしちゃってダメだな。帰ろっか。そういや最初からあまり気乗りしてなかったもんな。ごめんな、無理に付き合わしちゃって。俺ってマジ社会不適合者。私も本当はヤトと一緒に来たかったんです。わがまま言ってごめんなさい。ですけど、もう少し。さっきと言ってること真逆じゃね？日和は嬉しいこと言ってくれるけどさ、その言葉どこまで信じればいい？